中村良子は日本のアーティスト、キャラクターデザイナー、元お笑いタレント、渡辺エンターテインメント所属。かつてはお笑いコンビやイーブン、パルフェのメンバーだった。なお、芸人としてのネタ見せ活動は2018年12月頃をもってほぼやめている。福岡県生まれ、新潟県長岡市出身。後、東京都東村山市に移る。コンビ、 パルフェ時代の中村良子コンビ、アンイーブン時代の中村良子大の少女漫画好きで、少女漫画の話題専用のブログも行っている。初めて読んだ少女漫画はミーコです。だったという。その後初めて買ってもらったアサリちゃんにはまり、一番好きな漫画は小学5年生の時に図書室で出会ったというガラスの仮面。ガラスの仮面の他にもキャットストリートなど、 芝居系の漫画を好み、リボン、仲良し、茶王姉と友人とよく回し読みしていた。中村自身の人生の中で少女漫画に大きく影響されたことは多くあり、小学生の時にはガラスの仮面の影響で自ら演劇クラブを設立。そして生徒会活動をしていたきっかけが、天使なんかじゃないで大学で文学部に入学し、日本文学科で学んだきっかけも、 朝木夢見氏というほどだった。今まで読んだ作品は1500冊を超え、自宅にも1000冊以上を有し、少女漫画をもとにして作ったネタも100を超える。ガラスの仮面のほか赤石道代作品、河原和音作品、1990年代の少女漫画雑誌、また、少女漫画だけでなく、週刊少年ジャンプの作品にも詳しい。これら少女漫画好きが高じて、 2018年3月から、信仰のある、東村明子の下でアシスタントを始めた。前述のようにネタの活動をやめて、絵本を描きたい。そして、ご近所物語のヒロイン、高田実ミノみたいな髪にしたいと思ったことから、2019年の一時期髪の毛をピンクに染めていた。女子中高生などいろいろなキャラクターに噴しての一人コントが、主。 ドジでおてんばな女子中高生の一人コントのほか、少女漫画好きなところを生かして、少女漫画あるあるのネタ、少女漫画のある一シーンの再現などを一人コントで演じるものもある。このほかこれまでには、ミンキー・モモ、セーラームーン、ルパン三世紀のミネ・フジコ、エースを狙え、農長夫人、ガラスの仮面など、アニメヒロインから敵キャラの魔女などのキャラクターコントを演じてきた。 DVD、アンタッチャブル柴田の、ワロタ WWW WW から、超絶面白いのに全く知られてない芸人たちから、では、跳ねる、少女漫画芸人のキャッチフレーズがつき、現実では見たことないが少女漫画にはよく見るシーンの、ネタを披露している。このネタの時、田中公平という名前がよく出てきて、ネタ中にも、頻繁にこの名前を発していたことがあったが、これが、 作曲家の田中公平にも伝わり、その田中自身がブログで話題にしていたことがあった。なお、キャラクターコント、少女漫画ネタ以外のネタもあり、自ら録音したナレーションに合わせて演技をするというネタもある。2016年からは漫談のネタも行っている。市川みよりの真似というネタもあり、2014年9月17日深夜、放送のうつけもんにおいて、 ニセ AKB のメンバーとして、市川のモノマネで出演。この放送を、市川本人も見ており、真似してくださって、嬉しいですと自分の Google でコメントした。なお、これ以前にも2014年6月17日開催の、ライブ、ニセ AKB、スーパーフェスティバルにおいて、市川のモノマネで出演したことがある。他には藤田ニコルのモノマネネタもある。単独ライブユニットライブ。 ありがとうございます。